人は世代や学歴、性別、血液型などでレッテルを貼りがちです。今回はそのような捉え方に対する村上春樹さんの考えを動画にしました。村上春樹さんにある読者からメールがありました。学生時代にこの本の良さがわからないやつってダメだよねとよく言っている人がいました。何々の良さがわからない人間はダメだみたいな言い切りの言説にはお互い十分に気をつけましょう。そういうことを口にする人には多分何か問題があります。好きな人がいて好きじゃない人がいて、それで世界がうまくまだらに回っているんです。ユニフォーミティくらい怖いものはありません。26歳の男性からのメールです。僕は団塊の世代の人が苦手です。どうもその世代の人たちは自分中心的なものが強いのではないのでしょうか。僕は人を年代で分けて抽象的に考えたりすることを意識的に避けています。というのはどんな世代にも立派な人はいるし、つまらない人もいるからです。これは人種についても同じです。枠に当てはめてものを考えるようになると想像力はどんどん失われていきます。村上春樹さんは世代論について別の場所で次のように言っています。僕は世代論というのが昔からもう一つ好きではなくて、そういうくくり方はできるだけしないように心がけてきました。僕自身も団塊の世代は暑苦しいみたいな言われ方は簡単にされたくありませんので、一つの世代の中にもいろんな人はいますよね。みんなが同じようなことを考えているわけではありません。村上春樹さんはノルウェーの森の影響下、全教頭世代とくくられることもあるようです。あなたと私とは世代が違うからというと、なんだかそれでもう問答無用みたいなことになってしまいますよね。それはフェアじゃない。また逆に村上さんと私とは同じ全教頭世代だからなんて言われると、そんなに簡単に一緒にするなよなと思ったりします。そういう意味で世代とか血液型とか星座とかってあんまり真面目に正面から考えたくないですよね。大事なのは一人一人の個人です。村上春樹さんは一人っ子であることがコンプレックスであったということをよく書いています。小説国境の南、太陽の西では一人っ子の主人公に次のように述懐させています。兄弟がいないと聞いただけで人々は反射的にこう思うのだ。こいつは一人っ子だから両親に甘やかされていて、ひ弱で恐ろしくわがままな子供に違いないと。人々のそういったステレオタイプな反応は僕を少なからずうんざりさせ傷つけた。小説「海辺のカフカ」の中でこのような想像力の欠如に関して登場人物の大島さんは次のように言っています。僕がうんざりさせられるのは想像力を欠いた人々だ。 T.S. エリオットの言ううつろな人間たちだ。その想像力の欠如した部分を、うつろな部分を無感覚なわらくずで埋めて塞いでいるくせに、自分ではそのことに気づかないで表を歩き回っている人間だ。そしてその無感覚さを空疎な言葉を並べて他人に無理に押し付けようとする人間だ。いかがでしたでしょうか。想像力を欠いたレッテル貼りには気をつけたいものですね。